はいどうも、ヒゲちゃんでございこわます見えてましたよいやー、ということでね、今日は12月の22日入り口から混んどる今はここはね、難波の港町の入り口ということでね、まあもう年末ド繁忙期でございます。積みを完了して大阪で積んで、また関東都内に向け金曜日でございますね。はい、まあ、だんだんねカオス状態になってきましたよ。もう下道も駐車車両がもうすごいからね、やっぱりなかなか大きいトラックは走りにくい状況でございます。はいすいません、ちょっとお邪魔しております。さあ、なんとかね阪神高速へ乗ってまいりました。カオスなゾーンに入っております。譲りませんねお互いね、なんかこうね、どっちかが下がればいいだけなんですけどね。まあコメントでも最近またありましたというか、まあここら辺をね最近よく撮ることがありまして、まあ僕大阪なんでね、やっぱ阪神高速撮ることが多いんですけど、関西人はマナーが悪いとまあどうなんでしょうね、こういうね、まあ、都市高速だったら名古屋高速だったり、まあね東京都市首都高とかそういうのもありますけど、どうですか民度が低いですか、まあ、僕はちょっとねひいきしてやってるわけではないんですが、まあ、関西よく走るので、まあ慣れっていうのもあると思って、まあ、聞いていただければいいんですけど、まあ、若干ね関西人せっかちで、ちょっとそういうね、まだ悪そうやなという部分は確かにあると思われますけど、そんなね極端にってことはないと思います、正直言ってね。で関西人またね自虐的にね関西人まだ悪いみたいなのをちょっと言っちゃう時もあるんですよね、まあ笑いでっていうかね、まあ、そういうイメージも若干先行してんのかなと思う部分もあり、あとね、まあこの環状線っていうのをちょっと走るとですね、やっぱり一番右の車線4車線またぎ、左行ったり右行ったり4車線またぎみたいなのもね結構あるので、まあもちろんね都市高速にはよくあったりはするんですけど、あとはまあ大阪はね事故件数とかっても確かに多いんですけど、まあそれはもうちょっと道のね形状っていうのも若干あるかもしれないんで、まあ因果関係はね僕もちょっとよくわかんないんですけど、極端にとはあんまり思わないかな、正直言ってね。まあ首都高でもね本当車線またぎガーンとせなあかんところももちろんありますし、名古屋高速だったらね環状線のカーブがめっちゃきついとかね、なんかそういうのもあるんですけどね。まあ冒頭ねありましたけど入れてくれへんやつもいます、はい正直います。でも大体4車線またぎとかするでもウインカー出したらね結構ね1台タイミング置けば大体入れてくれるんですよ、この大型トラックとかでもね。まあへんてこなやからがおるのはまあ関西に限ったことじゃなく割合は知りませんけどね。でもやっぱり知らない土地の都市高速は怖いもんですよ、うん、それはもう間違いない。僕が逆にね、首都高は昔ね行く前は、めちゃくちゃ狭いぞと、びっくりするくらい狭いぞというふうに聞いてたんでめちゃくちゃビビっておりましたけども、いざ行ったらまあ自分のテクニックでなんとか、ああ確かに狭いけど、うん、まあ道がわからんからナビ使うけど、まあなんとかこなせたかなというのが印象でね。まあ年の瀬ね、今これもうほんとね究極にカオスな状態ですよ究極カオスな状態になってると思いますよね。もうここね左のジャンクションからねこれ一番右まで行く車結構おるんですよ、やっぱりこれね、ほら見てくださいこれね、うん、まあでもウインカー出してたら1台置きぐらいに結構入れてくれるでしょ、リアルに。まあなんかまあまあ慣れもあるけどうまいこと入っていきようでしょ1車線ずつ行きゃいのにね一気に2車線3車線ガッと行こうとするやつとかおるから、ああいう空気読めんやつもいますけどね、ほんとね。でこのワゴンが入りそうな気がするのでちょっとこれ様子見とって入ってくるでしょ、これなんとなく背中見とったら分かるでしょ入りたがってるな思ったら入ってくるでしょやっぱり。さあということで山場は越えましたねと。
いうことで池田線から名神、ね、豊中から名神通って関東行きましょう。気付けていきましょう。あとね、一個残念な業務連絡がありましてですね、今週休みなしです。休みなしなんですけど、今日金曜日でしょ、明日土曜日ね、ちょっと一般積んで、帰ってくるんですよ。で、一般積んで帰ってくるんですけど、ちょっと日曜じゃなくて、月曜日か、月曜日朝多分下ろしに行かなあかんので、それまあ日曜日ね、時間は空くんですけど、24時間とプラス8時間を空けないとね、休み扱いにならないので、まあその時間はさすがに取れんかなというぐらいで、まあもう休み扱いなしということで、時間は空くからね、家族でちょうど24日日曜日クリパーしようって言うてるんで、まあ、それはできるから問題ないんですけどね。だから錬金数としては10 10錬金 年末までもう走り切って、で30からお休みいただきます。では最後ハードボイルドですよ。はい、メイクを取り立った橋の上、寒いでございますよ。外気は手元の温度計2度となっております。昼間でもね5度ぐらいやったもんね、今日なんかね、寒いよ、もう一気にね。昨日もね、道路上にね、雪がポン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 落ちてたり、雪国からね、雪の降ってるところから来たトラックとかが雪を背負ってる姿とかね、キャビンのね前方に雪が積もってて、真っ白にね、顔が真っ白になってるトラックとかね、結構見ましたよ。年末ね、繁忙期終わるまではこらえてほしいね。僕らはやっぱ雪慣れしてないから弱っちいからね。ほんと、美味しそうですやん。何、ハンバーグ定食、ご飯普通ですか。ああ、美味しそうなソース。週に3回ぐらい来るんでしょ。常連やん。じゃあ先どうぞ。俺もうちょっと待ってきますさ。結構でも詰まってそう。あ、ええ匂いする。にスルーするでしょ。トッシーさんで週3ぐらい。トッシーさんはもうずっと週3ぐらい。最初から。最初からずっと3ぐらい。普通に。普通に仲ええからね。普通にトッシーさんが仲ええから。何やってんの別に。別に怒られへんし、何やってんの。パンティー。そうそう
あの、あのさりげにちゃんとあの LINE で使用許可もらってるからね一応まあ表向き勝手に使ってる風にしてるけど一応年上やから年上さんそうな、うん、年上さん1個2個上で1個2個上で44ぐらいで、うん、結構最初の頃からあれでやって一緒に、ね、飯食いたいしいや、トッシーさんはそんなに俺が時に一回会ってるんちゃうかな、多分あそこで細かく細かくで会ってるかトッシーさん行ったけど行きなかったとか、そんなのはよう覚えてる、そう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 毎回見てもトッシーさんの時、ヒゲさんのワンセットで見てくれてるおじとわさんとかもうまい。ああ、ええか、汗かくわ。いやー、前のね、会社の同僚さんと飯食ってました。もう僕はね、あの年は下なんですけど、おった時は歴は僕の方が長かったっていうね、まあ、あの非常に やりやすいですよね、そういう点一応会社では先輩やけど向こうの方の方が年齢が上で見た目坊主でね、いかついんですけど、あの喋ったらめっちゃいい人なんですよねということで今日はもうあの今日の仕事のことはもう忘れようか5時間半待って、2時間弱ぐらいかけて下ろしました。以上もう待ってる間はもうがっつりね、あの止まれるからもう休息にしておりましたけどね。とりあえず今ね、神奈川の川崎の方行ってます。でも帰りだけ、午前中詰めるからもう詰んで、まあ、そっから月着なんでゆっくり帰りますその間に、休憩とかもしながら帰ろうと思います。包んでしまえばあとはもう終わりや。ここあれですな、羽田空港のとこですな。これ上モノレール走ってるけどね、左が羽田空港やね。見てハワイアン航空、俺もこれに乗ってハワイ行きたいわ。ワイハーなんて行ったことないもんな。おお、見て飛行機いっぱいやわ。見とれるわ、飛行機ってでっかいもんな当たり前やけど。はい、オツでございます。飛行機めっちゃ見えてるよねもうほんま羽田のとこやから、これちょうどこれ、あ、今降りていったとこやからな。このアングルはちょうど飛行機が降りてくるアングルやねんけど、日頃の行いが悪いか、タイミングが悪い。数分に1回来るか、あれこの時間羽田着陸。さあということで、眩しいでしょうね久々にサングラスしております。いじみがきつい。はい、時刻は3時でございます。おかしいな、パレットもんやったんですけどね。まさかのあの4箇所積み4箇所積みでございました。はい、まあ、1つの敷地内で2箇所ずつやね、うん、計4箇所パレットもフォワッと積んでまいりました。段積みしてますからね、そんな無謀なことはできませんよ。だけどもあの担当の人がめちゃくちゃいい人でね、うん、誘導してくれる担当の人がめっちゃいい人やったから気持ちよく、お仕事終わってきました。現場の人も非常にいい人ばっかりでした。いや、久しぶりにあのパレットもんみたいな仕事をしたわということで、もうゆっくり、まあ、帰っていきましょう。はい、今日は土曜日で、日曜日夜、クリスマスパーティーをお家でやりますからね。それまでね、しっかり、スタンバって帰れるようにしておきます。さあ、久しぶりに通りますよね。光輝く西日が眩しい横浜ベイブリッジ、ベイブリッジでございます。いや、ベイブリッジ、喋ることもないねスムーズに帰れたらいいんですが、もうすでに、
横町海老名あたりですか、事故っております。はい、元ちゃんバイパスで横町まで行きますけど、横町からまたちょっと混んどんなこれ、うん、もう毎日がお前祭りかよぐらい事故るよな、ほんとこの時期は。もう毎日イベント企画してんちゃうかよぐらい、ほんと事故ばっかり。いやー、ホトちゃんもよう混んどるね。よう混んどるわ、もうこっからよう混んどるわ。いやー、混んどるねおい。混んどるで混んどるで、これ本線止まっとんでおい。そうよね、もう。あ、怖いやつや。怖いって。この先急カーブ。この先急カーブ。怖いって。事故ちょうど終わったぐらいか。ねえ、やらかしてくれましたね、ほんと。ちょうど事故処理がもう終わった感じで、バッとスムーズに流れ出しましたわ。やらかしたといえばね、年末の最後にやらかしてくれましたね、ダイハツさんは。まああれは罪は大きいですよ。まあ、もちろんね、利用者の安全っていうのももちろんありますけどね、やっぱり車関係で、お仕事されてる方結構多いですからね。車1台作るにもね、すごいいろんな多くの部品を下請けにね出して、あとはね、組み立てるのに機関工の人からもね、いらっしゃるでしょうし、車のね、やっぱ部品とかね、あの車、完成した車自体を輸送する人だって、僕らの業界だってね、もちろんいてるわけやけど、もうあれ前代ストップでしょ。もう全てのあれがね止まるんですよね、もう業務が、製造のね。ほんならもうそれどうすんやろね、もう車のね、あのいろんな部門にね依存してるね、中小企業の人らとかいてんのに。まあ少し前は日の出もありましたからね。でまあ業界ってね、その業界って結構似るっていうからね、似てくるっていうから、他のとこはどうなんかなって正直思っちゃいますわな。あの中古車販売の B モーターさんとかでもね、なんかバーッと出て、その後、N なんちゃらさんもね、なんか出たりしましたけど、やっぱ業界っていうのはね、やっぱ似てくる部分もあるからね。まあ、あれダイハツのね、なんか会見とかでそのまま運転して大丈夫なんか言ったら、基準はね、だからクリアしてないんやろけど、問題ないと。問題ないんやったら、そのね、じゃあ基準自体がどうやねんっていうね話もなってくるんですけど、じゃあこっからはね、僕の持論もちょっと入ってくるんですけど、その基準、基準っていうものが、日本って結構高いって言われるじゃないですか。まあ全部が全部じゃないと思うんですよ。今回のやつも日本が特別高い基準を設けてたのかはちょっと分かんないですけど、でも日本って結構基準が高いものが多いってよく言うんですけどね。それはね、やっぱ正しいことやと思うんですよ。基準高くして安全性をね高めてって正しいことやと思うんですけど、過剰に正しいことをしようと思ったら、やっぱりね、金もかかるし労力もかかるしね。僕の持論的にはね、過剰なね正しさっていうのはね、豊かに、人間はね、やっぱ豊かにしないんやと思うんですよ。これ僕の持論ね。そのバランスの崩れた正しさっていうのはね、ちょっと人を幸せにはしない。結果的にね、その基準がね、すごい難しい基準だったとして、かといってね、車メーカーの競争もあるから過剰にねお金を投資できない、そうなってどうするか言って不正をしちゃったみたいなね。まあどことは言いませんけどね、どの業界でもなんかそういうのはないんかなって正直思いますよ。過度なね、基準やね、過度な規制なんかを設けて、それをね表向きに達成するためにね、裏側の現場ではね、いろんなちょろまかしが行われてんじゃないですか。まあ運送業で言うならばね、高速時間、運行時間ね、守られへん、守らなあかん、でも守られへん、じゃあタコ抜いて、タコチャートね抜いて走ってませんか。そういうことになるんじゃないんですか。最近思うんですけどね、この国そういうね、日本らしいよ、本音と建前みたいなね文化はいいとは思うんですけど、なんかね、もう妙にリアリティのない国やなと思うんですよ。
日本をねどうしていけばいい国になっていくかみたいなあの突き詰めたようなね本当身のある話が出てこへんというかなんか取り繕ったようなね話ばっかり出てくるような気がしますわ。ほんとね基準が甘いのは政治家だけやね。他はもうみんな基準に押しつぶされてもう現場は大変なことになってますさ。企業からのねいっぱい献金はやめましょう言うてね政党助成金って導入したんちゃいまんのかっていうね国民一人250円ずつ払ってまんねんで年間300億円も払ってまんねんでほんまそれもらって国民のためにお仕事しましょう言うてそれで制度を始めたんちゃいまんのか気づいたら、ね、結局企業献金もうてまんがなっていうそれもあれやからね今ちょんちょんつついてる野党さんもそうやからねパーティーもやりの企業献金も持っとるからね、まあ、こういうとこちゃんと言うとかあのね怒られるかもしれんからちゃんと言うときますけど維新は企業献金はもらってないけどパーティーはやってます。共産党さんはあれやね政党助成金もらってないはずよねあれね赤旗打ってそのお金でやってるもんねそういうとこちゃんと言うとかあんとねあとはぶっ壊す党の人はあれやねパチプロやからパチンコで稼いでるのかな。あと令和新選組の山本太郎さんはね あの人はマンダハンのとこの子やからね、うん、あの南の帝王のね万田銀次郎の万田金融のとこの浩平君やからまあそこは万田金融からお金出てると思うんですけどもう全部冗談ですよ真に受けんとってくださいよ山本太郎が南の帝王出てて万田銀次郎の射程やったけど誰も覚えてへんわな関西人の一部だけやでそれ分かんのこれお前ねもうちょっとねファンタジーももちろんあっていいと思うんですけどもうちょっとリアルな日本なってくれよもうリアルな日本にしてくれよねもう、まあ、僕は何もできないんでねもう飯食うことぐらいしかできませんけどねおお富士山のシルエットが素晴らしいじゃないですか。夕暮れにねこうシルエットがバッと生えてるね。あそういえばもう一つビッグニュースがありましたね。ねおめでとうございます。90キロ確定であります。何があってトラックのスピードが90キロの制限まで上がるんですよ。ありがたいですね。これで全てのね運送業界の2024年問題解決でありません。もう何も言いません。まあねいろんな僕を含めていろんなトラックのね YouTuber さんのやつを見てたらわかるでしょね。速度が10キロ上がって全て解決するわけがないですわな。手突っ込まなあかんとこには突っ込みまへんからな。悲しい。もう何も言いません。てなわけでね暗いニュースばっかり飯食って吹き飛ばしましょうということで掛川パーキングの松野屋さんでございます。おいい盛りしておりますねということでございます。ロースカツと、唐揚げのセット、ご飯は特盛りとなっております。はいありがとうございます。いやいい丼してますね。はい、丼にしっかりご飯特盛りが入っておりまして、ロースカツ、これねスペシャルソース特製ソースに唐揚げ3つでございます。はいご飯たっぷりね。おソースつけて唐揚げをいただいておりますね。ジャンキーでございますね。こんなご時世ではございますが、パーキングの飯ではございますが、松野屋さんはリーズナブルでございます。はいこれで全部で何ぼでした。900何ぼでしたっけご飯特盛りにしてるから1000円、あ1000円ちょうどやったということでございますわね。ありがたいでございますということでね、結構ね分厚めのとんかつだとは思うんですけど、なんか注文してから気づいたんですけど、なんか極厚超極厚とんかつみたいなのが出てましたね。あこれにすりゃよかったなと思いましたので、また次極厚とんかついただいてみたいなと思います。はいということで、いや結構お腹いっぱいになりましたよ。美味しかったごちそうさんでした。はいおはようござんす。あよう寝た、寝すぎた何時、8時半ぐらいに着いて、まあ目覚ましたらまあ3時ぐらいで、あもうちょっともうちょっと言うたら5時前まで寝とったな気絶しとったわということで、そこからまあシャワーペッて浴びて
シャワー浴びる元気もなかったね。シャワー浴びに岡崎まで行ったのにさ、シャワー浴びる元気もなく寝とったわ。ということで、とりあえずまたね、6時50分まだ薄暗いね。今鈴鹿の方まで帰ってきてますけど、まあ、このまま何事もなく帰れたいな。もう7時とかなるか、なんかもうなんかちょっとあれやな、微妙な時間になってきたけどこのまま終われば何もなかったということでございます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイニャ。動画やでこれ動画やから、なんか喋ってや。トマグロ刺身、刺身で食べた方がいい。要は2やからよ、わかるやろ。うん、こっちが本マグロな。うん。